金儲けすぎると名乗る人に居所なくなる。それは多分ね、あなたが見たいものの問題だと思うのですよ。そのなんかひもじくて自分より下でつまらなそうなことをやってる人が見たいっていうと、これで言えば 見どころはなくなるんだけど、お金がある人の方が企業企画に金出せるから面白い絵は撮れるんだよね。だからその高い予算の映画の方が面白い確率が高いのはすごく当たり前で、でだから例えばじゃあ面白い絡みとかであっても、じゃあそのタレントさんやゲストにお金かけるとか、そのじゃあ旅動画が好きとかあったら旅に行くための予算があったりとかっていうので、結局そのお金と ある程度の面白さって比例しちゃうのですよ。でその方が好きっていう人が世の中には多いです。でもそれは別に人それぞれの問題で、その僕はニコニコでそのなんかすげえ金かけてる動画とか、例えばそのマックス村井さんって映画撮ったことあるんですよ。マックス村井ザムービーだっけ。でなんか結構有名なタレントさんとか出てすげえ金かかってると思うんですけど、ぶっちゃけあんまり面白くないんですよ。でそれよりは僕はそのちょっと頭のおかしな生主がカメラに向かって喋ってるやつの方が、なんか面白い動物園に行ったなっていう気分で見れるんですよ。だからそのなんだろうな、結局お金をかけて、センスのない人がお金をかけて何か作りましたってものって世の中にいっぱいあって、別にデビルマンの映画とかでもいいんですけど、その予想を超えることがあんまないんですよね。だそのお金をかけたコンテンツで面白いものでいくと、その世界には映画というものがあるんですよ。その2時間の間になんかうん十億円とかかけて、そのこれが面白いでしょっていうのを出してくる映画だったりとか、そのシーズンごとにそのなんかうん百億円ってかけて、その12話です、1話10億円かかってますみたいなドラマシリーズみたいなとか、まあ10億円もかかってないけどねっていうような、そのものすごいお金をかけて面白いものっていうのは世界の人たちが競っていて、でその中でそのなんか小金持ちでちょっとしたセンスのないやつが金かけてもたかが知れてるわけですよ。お金をかけて面白いものを作ろうと思って素人が頑張ったものより、ハプニングの方が絶対的に面白いんですよ。だオフ会ゼロ人とかもさ、ハプニングじゃん、だから面白いのよ。要はお金があるセンスのない人がやろうと思ってやれることは基本想像通りなのよ。みんなだってセンスは大して人それぞれ変わんないから、結果ほとんどみんな変わんないのよ。だからどっかで見たことあるようなものが見られちゃうんだけど、ハプニングってやろうと思ってやってることじゃないからめちゃくちゃ面白いのよ。なんかね、家って火事になる動画とかあるじゃん、なんだっけ、なんかタバコ吸おうとしてその燃えたのを間違ってゴミ箱に入れてそれが火ついて火事になったんだっけ。なんかああいうのとかって、その本人が、あ、そう、オイルライト、オイルライト、そう、後ろ後ろって、もう後ろで燃えてるのに本人気づいてないとか、だからああいうのって本人がやろうと思ってやってるわけじゃないからめちゃくちゃ面白いのよ。本当被害者の話だから面白いっていう言葉は良くないと思うんだけど、失礼だと思うんだけど、ただ僕はああいうのを見ると、なんか放送見てよかったとかネット見てよかったって思うんですよ。なのでなんだろうね、ハプニングにかなうものなしっていうね、何の結論が言いたかったかわかんないけど、ね、人のこと言ってるけど自分もなんか燃えたりするかもしれないから気をつけたい今日この頃です。はい、ニコ動でその糖尿病の彼とかやばいじゃないですか。いやあれはもう5年後はまずいんじゃないの、病院行かねえし。でほら、なんかさ、その、いや、僕もさ、その動物園を見るのが好きだから、その、人のことを責められないんだけどさ、なんか、そういうのを助長しちゃってる部分はあると思うよね。その、弱っていく人とか、おかしなことをやっていく人を助長させて、で、うわ、こいつ狂ってるわ、面白い、みたいな。いやどうなんだろうね。50でも生主やってたらさ、やっぱりきついよね。だからでほら別になんかさ、そんなに能力値が高いわけでもないじゃん。たまたま最初の時期にやってたからさ、その人を覚えてる人が多くてさ、でだからまあ親近感を持って見てくれる人はいるんだけどさ、そんなになんかね、
面白いわけでもないじゃないですか。で、そういう人が50になってもうそれ以外の形でその食う手段を持ってないよね。だから、そうするとどうしたもんだろうね。本当になんか見ちゃいけないものを見続けてる感じになる気がするんだよね。そうね、中途半端なんだよね。すごい有名になればいいのよ、 YouTuber のヒカキンさんみたいな。その圧倒的もう金稼いだから別にもう一室とか、あのファンが多いからじゃあ政治家になれますみたいな芸能人みたいな一線越えるレベルに行ければいいんだけど、そこまでの人いないでしょ、ニコニコの人は。